はい、今日は革シートのへたり具合についてご紹介させていただきたいと思います。私の CX5 は、納車して約1年半、もうすぐで1年半ですね。走行距離にして約1万5000キロほど、乗った状態になります。まずざっと運転席の外観ですが、まあ、そんな汚れは目立たないですね。ちょっとこちら光の反射の関係でちょっと白く見えますが、これ汚れではないです。光の反射です。はい。で、シワという点ではやはりこの乗り口のところですね、ここら辺にちょっとシワが入ってしまってはいますが、全体的には結構綺麗なんじゃないでしょうか。どうしてもね、この運転席のこの右側っていうのはこうお尻をこうすらして入っていくような場所になるので、どうしてもシワが寄ってしまいがちですけれど、まあ、全体としては結構綺麗なんじゃないですかね。このような形になります。続いて助手席側になります。はい、こちらはかなり綺麗だと思います。定期的に助手席側が人が乗るんですけれど、やっぱり運転席に比べるとこの辺りのシワとか汚れじゃないですね、シワはあまり目立たないかなと思います。基本的に毎日通勤に使っているので、基本的に運転席ばかり乗るので、助手席は結構綺麗な状態が保たれているかなと思います。はい、ちょっと白く飛んで見えるのは光の反射ですので汚れではありません。続いて後席ですが、こちらももう片手で数えるぐらいしか人は乗せていないので、もうほとんど綺麗な状態です。もう試乗車よりも綺麗ですね。まあ、なので4人フル乗車が結構頻繁に、なる方は、まあ、運転席助手席ぐらいの劣化が見られるかなと思います。